皆さんこんにちは、エリキブログです。私たちのインスタも見てくれる方がいるかもしれないんですけど、名古屋にこちらのお寺に滝行が体験できる、一回来たことがあって、でその時に滝行の撮影に誘われたので、今日はプロモーションビデオを撮って外国人にも日本人にも紹介するビデオが撮れたらいいなと思います。説明をいただいてからちゃんと滝行を正しくやりたいと思います。いきましょう。こんにちは、お願いします。これはお寺の中です。めちゃくちゃ雰囲気がいいね。で、まあ、とりあえずまずは打ち合わせかな。ありがとうございます。お茶ありがとうございます。じゃあ、まあ、滝と、まあ、ごまをちょっと PR してください。ごまっていうのはここの火を叩くんですけど、お寺の紹介です。ごまごまにはそのお願いのごまと供養全部様を、それも翻訳して何を見てるのか。これってみんな滝行する前に運動が見るんですか。そう、だいたい流れが案内動画を見て説明案内があって、着替える前にここでご挨拶して、で着替えていただいて、で滝場来ていただいて、はい、でもう全部私が言いますから、一つ一つ、だから覚える必要はないんです。だいたい流れ的に見てこういう感じっていうのを見てもらって、うん、水がすごい、肌には結構入ってるみたいな。めちゃくちゃ美味しいよ。これも、そうそうそう、来ました、酒くん。あとで滝行で浴びるお水をもらいました。はい、地下80メートルから入ってます。おいしい。なんか今本当にあの嘘とかも何もつかないけど、これペットボトルで毎日お水を飲むけどそれと比べ物にならない。これは1000倍ぐらい美味しい。今から、着方を説明してもらいます。はい、これですね、後ろからの、はい、で脇に、はい、まず、どの匂いの、ね、説明が終わりましたので、今から実際に着替えに行きます。まだ下にいろいろ服があるから説明ありがとうございます。でも着て着て、こっちで最後チェックするのでお願いします。着替えます。着替えました。これで合ってますか。合ってるだけでもうちょっとギュッとしないと。ちょっとギュッとちょっとやり直してもいい。お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。意外とあの着替えるのも難しいです。滝行本番に行きます。はい、私の方を見てください。はい、時計回りで、後ろを見てください。はい、はい、はい、時計回りで、時計回り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 、
よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ手は親指の中に入れて、はい、この状態で置いてください。はい、はい、時計回り、時計回り、全部時計回り、はい、はい、どうぞ。はい、ここで右足から、はい、はい、どうぞ。じゃあ真ん中に行ってください。はい、じゃあ右バス。下がってください。はい、いいですか。慣れるところまで、まずは少しでいいです。まずは少し、まずは少しお願いします。こういう感じですか。頭ここ、はい、右がここに来るまで、はい、このまま下がってもらえるですか。はい、はい、頑張ってくれました。私も頑張りました。じゃあ、着替えに行きます。お茶とお菓子を出してくれました。いやー、嬉しい。別に寒く感じてない。でも、
温かいお茶は嬉しいよね。いただきます。撮影もいろいろ終わりましたし、 Facebook とかインスタのアカウントもみんなでシェアしたり、今から帰ります。今日はめちゃくちゃいい経験だった。ぜひ名古屋に来ることがあれば滝行も試してみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。あとこの動画が面白かったならいいねボタンよろしくお願いします。また3日後に次の動画がアップされるので、その動画でまた会いましょう。バイバーイ。